ふもろくんです。2020年10月12日、本能寺やってまいりました。場所はですね、こちら寺町通りです。交差してる通りが御池通りですね。寺町の商店街になってます。この辺り、まあ、まだ午前中ですので、人は少ないですね。鼓膜がありますので、読んでみたいと思います。本能寺、法華宗本門流。なんと、法華宗本門流というのがあるんですね。の大本山で、1415年、日照上人によって創設されたと。当初は本能寺、能が違いますね。本能の能になってますけども。本能寺と称していたが、1433年、六角大宮に移転した際、まあ何回か移転してますね。本能寺の変があった頃のとはまた違う、その前の以前の六角大宮に移転した際、本能寺と名前を変えたと。さらに1545年、油の工事、たこ焼市一帯に広大な地域を得て、大伽藍を復興した。まあ、この時の建物が、まあ、本能寺の辺に、あったということですね。本寺は1582年織田信長が明智光秀によって襲撃、本能寺の変にされて自頭したところとして世に名高いが、その折30余りの宿坊を構えた大伽藍は全てもう焼き尽くされたと。その後豊臣秀吉の都市計画によって天正17年、1589年、現在の地に移転、再建したが、なんと本能寺の変から7年後ですね。7年後に移転再建された。すごいですね。まあ豊臣秀吉の力だとは思うんですが、江戸時代後期に天明元治の大火にかかって道具はことごとく焼失、また燃えちゃったんですね。現在の本堂は昭和3年に再建されたものです。寺院には花園天皇やいろんな書簡があって、境内に織田信長及びその側近の供養と並びに江戸時代後期のたくさんの墓があるということですね。なんとまた江戸時代に焼けてしまったんですね。ということは昭和の建物になってますね。こういった石標もあります。石垣が書かれてますね。法華宗大本山本能寺になってます。駐車場、使用されてますね。走って使用されてます。こちらから車の出入りができるですね。寺町通りはそもそも、通行ができないので、行けでご案内。あ、まあ、途中の寺もたくさん結構あるんですね。
こちらですね。こちらは太刀のお寺何か所かありますね。こちら本堂ですね。なかなか立派な本堂ですね。中寺も一つの寺町のようなそんな感じになってますね。お墓があるんですね、こちらに。境内、町の中にありながらゆったりしてますね。こちら本堂です。本堂の中ちょっと映せませんので、以上本能寺でした。友野くんです。2022年10月16日本能寺の続き、やってまいりました。信長公廟ですね。本能寺、寺町通り側から入りまして、奥の方になってます。こちら寺町通り側ですね。こちら河原町通りの方へ抜けることができます。ちょっと読んでみたいと思います。信長公廟。信長光秀の謀反により無念の自討を遂げたのは天正10年1582年6月2日早朝のことだった。本能寺の変である、その頃は当時は四条西の都院、まあ、現在の場所河原町御池付近にあるんですけども、その当時は四条西の都院にあって、4町4面の広大な地域だったと。周囲に堀と土塁、その内部に七道伽藍や多くの寺院や、たくさんの社を備えている城郭構えになっていて、信長上祝するにふさわしい都で唯一の大臣だったということですね。この大伽藍が光秀の天下もわずか十数日で終わった後、信長の三男信孝は信長らの遺骨収集の作業を進めて本能寺の変から1ヶ月後の7月7月3日早くも本能寺を父信長の墓所と定めたと。この信長の墓はこの時信孝が建立したものであると。この描写には武将の魂とされる信長正治の太刀が収められているということですね。信長公廟なんですね。その他奥にもたくさんありまして、こちらが信長の墓とされているところですね。だいぶちょっとこう削られてはいるんですけど、本能寺の変の時に亡くなった方の名前が記されてますね。ざっと見て約80名ぐらいですかね、載ってます。こちら来ますと、ちょっと読みづらいですが、大住院、ちょっと読みづらいですね。
ちょっと分かりません。こちらがですね、徳川家重夫人の供養塔と、一番手前ということで、この多分上になると思うんですけど、あ、こちらかな、あ、こちらですね、一番手前が、徳川家重夫人の供養塔ですね。その真ん中が関中納言坪陽子さんの石塔と、その一番奥が島津義久さんの夫人の石塔になってます。この3つの石塔ですね。神と舎利殿、宗祖開山、歴代上人の御廟になってます。あ、なかなか立派な御廟になってますね。ご伏見天皇七世のお孫さんになんですね。日照王になってます。塔中のそれぞれお寺がずらっと並んでますね。以上、本能寺でした。